キャラとかいろんなキャラがいるからね。武器鑑定最高。やっぱ武器鑑定っていうのはね、裏切らないね。本当に信頼を持って、安心と信頼を持って技を振れる。あ、もうウルフは普通に強いでしょ。強くなきゃ使ってないんだよな俺が。いや今は使ってないけどさ。あいやー、低い。ほい。まあ仮に真面目に連勝企画をやるという仮定をした場合、どうせ使うのはパルテアとかだろうから、まあ、ああいうのには負けないんだろうけど、この間メンメン使った感じ、マジでVIP連勝企画メンメンでやった方がいいんじゃないかってちょっと思っちゃったな。あ、いてえよ。オムさんとは大会ないと合わねえからな。前まではね、なんかスマパとかでもちょいちょいあったけどね。しばしお待ちよって感じやな。なんか1ストとかってまあ別にさ、今いるじゃん結構。その基本的なルールが、その大会とかでやるのは3ストだけど、まあ別にこの VIP ってさ、2ストでもできるし1ストでもできるじゃん。俺別に1ストとかに送る必要ってないと思うんだよね。だって1ストでさ、仮に負けるとするじゃん。それ負けじゃないから、それ。それ負けじゃないのよ。それは。いつもやってるルールと違うルールで負けたら、それは負けじゃない。だね、別に気にする必要はないよ。だって、それそうじゃない。だって卓球とかでさ、例えば11点マッチとかで、じゃあそれが今回は3ポイントマッチですって言って負けたら、うん、負けたってなんの？ならないでしょ。1ストックってそういうことだからね。バレーボールの試合します。今回は3ポイントマッチってさ、3ポイントマッチで負けたらない。その試合負けて、相手の方がついてなんの？ならないでしょ、別に。気にすることないんだよ。まあなんかさ、戦闘力気にしてる人だったら、それはドンマイって感じだけど、まあ、俺はあいに気にしないから、ね。ギアさん、スペシャルでございます。シックスパッドのレベル上げ、どういうこと？シックスパッドって。未来の話それ。お任せでフィギュアスケーターに負けても負けではないな。それはね、負けだわ。ちなみに。しのぶさん、それはね、負けやわ。だって条件一緒やもんな。まあ、でも確かに、まあ、そうだよ。お任せは、
将軍さんよりも、宇野昌磨選手の方が強いってなっただけだよ。それだって、ね、別にあれで負けたところで、おい、別に将軍さんより宇野昌磨選手の方が強いです。とはならない。それだっていつもと違うから、ルールが。けど、そのお任せは、将軍さんよりも、宇野昌磨選手の方が強い。ということは、ま、証明されたよね。うん。まあ、別にね、別に、ね、将軍さんが、宇野昌磨選手より弱いと。そういうわけではないから。そういうわけではない。ただ、お任せではっていう話だからね。うん。それと一緒やね。だから。1ストに負けても、あなた1ストで、1先で勝って、あ、おめでとうございます。それだけ。うん。リップで CPU に負けても、だから、CPU にね、どういうこと？負けたの、千賀子さん。負けたの？どうしたの？負けたの、千賀子さん、CPU に。CPU レベル9ちょっと強いからな。うわ、危ね。星のカービィ、Wii、やったなぁ。懐かしい。なに？今のガードスルーだと。賢い。はい。間違えた。セーフ。なぜ掴んだ？痛い。やめて、死ななければよし。ほら。持ってけ。バックアド、バックアド。別に仮にね、CPU に負けたとしても、うん、で、だから何っていうだけだけど、別に。彼のことを考えるね。キャの強い基準って何？そんなものはない。キャラにはそのキャラの強いところがあるからね。大体ね、キャラっていうのは何かの代償を払って何かを手に入れてるキャラが多いから。誘拐させてくれ俺に。ああ、あら、なんでやねん。おかしいやろが。やめてー、俺が誘拐された。安く済んだ。ああ、高い。あ、安く済んだ。でかい。